ねえ見て杉本、福寿草の花が咲いてるよ。やだ可愛い、春が近いんだな。チラヤパッポ、私たちは伊藤の花と呼んでいる。伊藤って川魚のあれ？そうだ、伊藤は春に現れる。チラヤパッポが咲くのは伊藤が川を登ってくる合図なんだ。お、川をせき止めてる。魚を取るためのアイヌの仕掛けだ。伊藤って結構うまいって聞いたぜ。この川で取れないかな。簡単に言うな。言わんオンネチェプカムイだったらどうする。なんだいそれは。昔漁師に追われたヒグマがシカリベツ湖を泳いで逃げた。しばらくするとヒグマの姿が消えたので見に行くと、巨大な伊藤がいて、その口の端からヒグマの前足が覗いていたという。イワン・オンネチェプカムイは伊藤の主だ。へえ、主ね。ここすげえ深い、助けて、冷たい。何やってんだ。捕まれ、役立たず。イワン・オンネチェプカムイだ。白石が食われた。白石。白石。人魚だ。お、キロランケニシパ。アシリパか。アシリパさんの知り合い？あの人は父の昔からの友人なんだ。アシリパ、やっと会えた。